はい、ちょっと告知が遅くなりまして、はい、告知が遅くなりました。はい、Q チャンネルですね、昨日だったか一昨日だったか、全部アップロード終わりました。なので、Q チャンネル、オープンでございます。オープンで、4月から、もう取りためてるコンテンツっていうのがあるので、4月からまあ定期的にアップロードしていきます。もうあの Q チャンネル分、あ、すみません、 Q チャンネルこの説明欄に入れておきますんで、あのいろいろなその音声対談ですねしてます。で、お金系はですね、まあ、あのカメラ転売やってる塾生さん、まあ塾生さんとのタイアップなんですけど、カメラ転売で、めっちゃ稼いでる、めっちゃ稼いでるってどれぐらいかっていうと、まあ月、100万ぐらいかな、利益で稼いでる方が Q チャンネルの中で、脱サラの部屋ですね。脱サラの部屋、これなかなかいいと思いますよ、お金系であるならば。まあその、まあ、カメラの話もちょっとしてるんですけど、あのやっぱそのどう脱サラしたのかっていうそのストーリーだったりとか、まあ、いろんな話をしてますんで、脱サラの部屋は お金系だったらおすすめですね。あとは背取りの部屋背取りの部屋、脱サラの部屋と背取りの部屋、これは背取りも、僕の塾生さんで、背取りですね。まあ主に やってるのは家電背取りを結構中心にやってる得意っていうところで、その塾生さんもまあ利益で、100万ぐらいね上げてるっていう方です。だからその100万クラス、月収100万クラスの方が、背取りの部屋と、脱サラの部屋でこれが、あります。でこの背取りの部屋が、最近アップしました。2日前か1日前か、はい。で、あとはスピリチュアル系ですね。スピ系が2本かな。あとは都市伝説系と、あとは、モノモース系と、あとは恋愛系と、あと何があるだ。まあそんな感じですかね。だからモノモース系、スピ系、稼ぐ系、恋愛系。まあジャンル的にこんな感じですよね。これ何系だろう。不動産系不動産、まあ家を売る男ってあれなんですけど、これは何系なんだろうちょっと分かんないですね。売る系売る系、まあその不動産を売ってずっと何十年営業やられてきた方とやってるんですけども、な感じですかね。だからまあ多種多様のジャンルがありますんで、まあ興味あるやったら聞いてみてください。はい、で今後もう今ほぼね毎日みたいな感じでスカイプ収録してるんですけど、もうまあ僕9チャンネル分毎回やってるので、まあ、1週間って7日じゃないですか1週間7日しかないですよね。9チャンネルってことはオーバーしてますよね結構大変なんですけど、結構そのね、まあその塾生さんは僕とセッションするのが1週間とか2週間に一遍ですけど、僕はもういろんな方とセッションして、まあ、なかなかパンチがあるというか大変というか、まあ頑張りますよ、まあでもね、そうそう、イマジンチャンネルはね、イマジンチャンネルっていうのがあるんですけど、これ都市伝説系ですね。これね、都市伝説系僕いけるんで、面白い、好きなんですけど、これね、700ぐらい再生されてるんですよ、今。1本アップしただけで。神は本当にいるのかみたいな。結構ね、これイマジンチャンネル当たんじゃねえかなと思うんですけどね。イマジンチャンネル結構いけますよ。結構ね、その都市伝説系だいぶ攻めいけてるんで、これは結構その、まあ僕のね、媒体を見てる人は見なかったとしても、一般的にいろいろリーチできそうだなっていうのは、多分再生数結構上げられそうですね。だって1本で700ぐらいいってるんで1本ですよ、チャンネル登録、チャンネル開設して1本アップして700ぐらいいってるんで、しかもラジオ風のラジオというか、まあ、動画じゃないですよ、音声のみで。これはねちょっと匂いを感じますね、ちょっといけそうな、まあ一般受けしそうかなっていう。あとはね、恋愛系もね、ちょっと波に乗ればいけるかなっていう、ありますね。だからその、そう、あとはまあ、脱サラの部屋もちょっと再生あるかな。まあその脱サラっていうキーワードがあれなのかもしれないですけどね。
まあ、セドリもなんかロングテールでいけそうな気がしますけど、あとはスピ系はちょっと分かんないですね。スピ系は好きじゃないとちょっときついと思いますけどね。スピ系は僕全然スピ系いけるんで、スピスピですから僕僕はね、いろいろあるんですよ。いろいろ持ってるんで、いやほんとね、もう不思議なパワーを感じますよ僕は常に。そう、特にね、最近スピ系に関してはやっぱ独立一人になってから、やっぱそのパワーがだいぶこう放出してるかなっていう感じはしますね。そのパワーとかエネルギーとか波動とか気とか、なんかそういうの興味ない方はありかもしれないですけど、あと宇宙とかね、宇宙のパワーとか、ね、あんま興味ないですよね僕全然いけるんで。そう、スピ系が2ちゃん、M ファイルと宇宙マインドか、宇宙マインドと M ファイルと、多分それですね。まあ M ファイルはマヤ歴なんですけど、マヤなんで、まあ、これマヤっていうワード入ってるんで、まあまあいけるかな。そう、宇宙マインドはかなりちょっとマニアックな話してるので、ちょっとどうなのかな、宇宙マインドいやでも分かんないですね、宇宙マインドいけんじゃね、分かんないですねこれも。まあこれはまあやりながら、まあ1年後2年後どうなるか分かんないですけど、でもこれもまあ一つの事例としてね、音声だけでもここまで再生いけますよみたいなのもちょっと示せれるのかなっていう、まあやってみないと分かんないですけどね。ただ今1本だけアップしてる中で一番伸びてるのは、神は本当にいるのかっていうね。でもこれね、都市伝説系結構いけんじゃないかな、なんかエリア50は1とか、なんか結構もういろいろ収録してるんですよこれ結構いけんじゃないかなって。多分ね、あのムーっていう雑誌あるんですよ確か、なんとかムーって、多分そっち系なんで結構ちょっとマニアックですけど、もういいんじゃないかなと思うんですけどねちょっと頑張っていきます、はい、ただね僕もね、さすがにちょっと9チャンネルきついんで、まあ1年ぐらいやってですね、ちょっと1年ぐらいやって塾生さんとはちょっとどうしますみたいな話をしようかなっていういやさすがにちょっとね、すいません、9チャンネルはちょっとやりすぎましたね。僕はあの心塾ってやつとマスターマインドっていうのやってるんですけどね、でそのなんだ、Q チャンネル開設する前にその心塾とマスターマインドっていうのはやってますと、でそんな感じでやりますみたいな話をしてて、その心塾とマスターマインドは僕が東京来てる時に、空いてる、あ今度ね来月も心塾の収録するんですけど、まああとはマスターマインドも多分来月収録すると思いますけどね、まあ投資家中村さんと。そうだから結構その3ヶ月に一遍とかの収録なんですよ、 そっちは。だけどその塾生さんとのタイアップは結構1週間おきにやってるんで、結構ね、だからまあ続けてもいいんですけど、心塾とハートフル、あその心塾とマスターマインドぐらいの更新頻度に最終的にしたいなっていう思ってますけどね、はい、まあ、そんな感じでございます、はい、ということでこの YouTube の下に、リンク入れときますので、興味ある方は、説明欄の方に Q チャンネルありますんで、よかったら見てみてください。聞くとですね、はい、で4月からは定期的にこうアップしていきますので、まあ、アップしたらまた動画でお知らせしていきますけどね、はい、もうあのストックはあるんで、結構もう40本ぐらい、合計で40本ぐらいは撮ってると思うんで、はい、まあ、9チャンネル分ありますから、9チャンネルを1つずつ撮っても9個ですから9チャンネル分1個ずつ撮っても9個じゃないですか。じゃあこれ5回回したら、5回収録したらもう45ですね45コンテンツ頑張ります。はい、ということで、終わりたいと思います。この下に入れときますので、興味ある方は見て聞いてみてください。では。